機動戦士ガンダム水星の魔女、めちゃ楽しみ。前回は監督について話をしたので、今回は脚本大河内一郎さんについての話をします。この方はたくさんの脚本を手掛けているので、そこから絞るのが難しいんですけど、コードギアスの人といえば一番聞こえがいいのではないでしょうか。そしてギルティクラン、革命機バルブレイブ、鋼鉄城のカバネリといえば察する方も多いのではないでしょうか。アーシもこの人の名前を見ると絶対的に信頼できるとはならないんですよね。知らない人に説明しておくと、前述した3つは作画はいいけど脚本がゴミって言われてる作品群です。通称綺麗なゴミ。まあこれ以外に一つ信用できるものがあって、それはプリンセスプリンシパル6話。これはいつもだらしない酒癖の悪い父親が娘のことだけを大切に思ってるみたいな話なんだけど、最後の展開も含めて見事な話だったんですよね。こんな感じで面白いエピソードを入れてくれたらと期待しちゃいます。トリマ、当たり外れのある脚本家って感じなんで、今回しっかりハマってくれたらいいなと思ってます。以上、機動戦士ガンダム水星の魔女の脚本のお話でした。